おっ,しゃっていいますね油を注でこちらこれびっくりした内容ですね MI2 さんのツイッターですが台湾独立支持しないといえ立憲民主党のこちらの議員さんですね末松議員台湾有事の際台湾独立の動きは封じていかなければならない台湾独立を支持しないとはっきりとおっしゃっていただきたい岸田首相 外交上どういった言葉遣いをするかが重要だ我が国の対応は一貫している変わっていないというような趣旨のことをおっしゃったようですね。で永尾さんが元外交官末松衆院議員の永田町 C 国代理人としてのお言葉というふうに怒りマークで投稿しておられますね。でこちらカルタさんですがあ先ほどの件も紹介されてこの人 CCP 岸田首相は外交上どういう言葉遣いをするか重要が国の対応を一貫していると、シークの首相は理解するが、それ以上でないのが日米の立場、大丈夫かというふうにおっしゃっていますね。そして西村光雄さんですが、また一人、CCP の工作員を発見、立憲民主党のこちらの方、確定かというふうに疑問系でおっしゃっていますね。こちら、吉村大阪府知事の2018年5月20日の話、ツイートでは話題になっています、フィーフィーさんのツイートです。 13歳の選挙権。僕はバカだから本気でこの中学生の思いに応えたいと思うよ。次の都構想の住民投票では無理だけど、いつか本当に13歳に選挙権が与えられる時代が来ればと思う。本音は0歳からの選挙権だと。子供たちや、また政治参加できない人たちの声を吸い上げて政治をするのが政治家の仕事だよというふうに引用リツイートされていらっしゃいますね。でこちら。日券 泉健太代表、ダジャレも封印、正念場の2年目へというふうなことも言われています。立憲もどうなっていくのでしょうか。もう一つこちら、SNS、選挙活動の柱に、共産党北海道委員会 SNS チーム責任者宣伝部長のこちらの方、青年真ん中世代に党の魅力を伝える必須ツールとしてということで、このようにですね、インターネット SNS の活用許可が呼びかけられていますと。 いう,ふうに新聞赤旗で報じられているんですがこれで思い出したのがこちら唐田さんのツイッターですねこれが20 2021年5月15日のツイッターですが2013年5月に日本共産党中央委員会の指示で始まった SNS 戦略がここまで大きくなったことに考え女系天皇工作 森朗会長の発言切り取り球団東京五輪中止運動世論を形作るついでも等の猛威とその背後を知ってほしい特定勢力の新階級闘争に乗せられてはならないということでこちら西日本って書いてますがこの記事の中で人気共産ネット本腰というふうなことが語られていますね。はい。 これとこれを関連しているのかなとかいうふうに想像したんですがどうなんですかね皆さんどう思われますでしょうかでこちらここから経済関連ちょっと見たいと思うんですが東京原油が9ヶ月ぶり6万4000円割れということでロシア軍がウクライナに侵攻を開始した2月24日の価格を下回ったということでちょっとずつ変わってきているようですねでこちら高橋さんですが日銀保有国債に含み損 8749億円。異次元緩和化で初めてというふうな記事を紹介されて、美味しい日経クオリティというふうにおっしゃっています。日銀が債務超過がと似たような議論なのだが、日銀 BS の負債項目の経済的価値が理解できていない。銀行券は無利息。当座預金は本来無利息だが、今は0.1%まで金融機関へ小遣い。仮に日銀が危ないとなれば、これは停止。 なので、負債は原則無利息とみていい。資産700兆円がパーになっても実質損はないというふうにおっしゃっていますね。はい。いや、もう高橋さんの論破力ってすごいですよね。こちら、経産省、重ね着で室温下げて、冬の節電を呼びかけというふうなことも出てきていますね。こちら、廃止原発建て替えなどの計画案、年末までに成案 L というふうに西村経産省がおっしゃったようです。 こちら、沖縄電力39%四国電力28%の大幅値上げ経産省に申請東電も近く申請ネット再エネは役立たずだった脱炭素はもうやめろ原発動かせ再エネ課付金即中止というふうな声もネットでは上がっているようですねこちら消費税は全世代型社会保障を支える財源減税考えずと鈴木財務省がおっしゃったようです こちら、小池晃日本共産党の方ですが共産党の小池書記局長は記者会見で自由な意思を抑圧し適切な判断が困難な状況に陥ることがないようにすることなどは当たり前でなぜ配慮義務にするのか謹慎だと明確にしなければせっかく新しい法律を作っても有効に働かないのではないかと述べましたというふうにこのように、えー、旧統一教会問題の新法案のことで。 えー、ツイートされていらっしゃいますねこれについて白川さんが自由な絵師の抑圧はまさに小池さんがやったこと例のパワハラ動画の田村智子氏の怯えたような様子が忘れられない共産党みたいに長老支配じゃ言いたいことも言えないというふうにおっしゃっています。えこちら、防衛力強化。 国債に頼らず安定的な財源確保へ鈴木財務省の記事を、鈴木財務省という記事を紹介されて、増税を目指す財務官僚の実に安定的な操り人形大臣だというふうに指摘していらっしゃいます。どんどん行きますね。こちら。約11兆円、岸田総理、防衛費を GDP 比2%、2027年度にハイアマ予算、活用も検討というふうな記事が出てきていました。 こちらもですね、防衛費、GDP 比2%支持。岸田総理大臣は浜田防衛大臣と鈴木大臣に、令和9年度、2027年度に防衛費と関連する経費を合わせて GDP 比の2%に達する予算措置を講じるよう指示というふうに言われていますね。で、吉田小一郎さんは令和5年度ではないのかというふうにおっしゃっていて、こちら、有管富士編集局さんは、岸田首相は28日、 指示をしましまたとということでただ他省庁の予算を含めた GDP 比2%などから見せかけの防衛費増額増税前提などと批判されそうですというふうに解説していらっしゃいますね。佐藤正久さんもですがこの記事にあるような防衛費増のイメージとはならないこの水増しでは防衛力の抜本的強化には程遠い。 予算岸田首相防衛費の GDP 比2 2 7年度に財源は年内決着航空港湾を整備しただけでは防衛力は強くならない抜本的強化とは程遠い自民党の公約や提言とも違うというふうに言われていて今朝の予算編成対抗案を議論する国防部会昨日の総理指示に対する批判が相次いだ政長議論となタイミングもそうだが 水増しを容認すかのような防衛費及びそれを補完する取り組みを合わせて防衛関係費として GDP 比2%には反対意見参院参議院選挙公約や骨太作成時は防衛費のみ水の議論しかしてないというふうにおっしゃっていますねいやこれはせね先ほどこちら有価文字編集局さんもおっしゃったように見せかけの防衛費増額だというふうに 言われても仕方ないような状況というふうに見えますが、皆さんどうでしょうか。こちらでも言われています、ね、ネットでは怒りの声ということで紹介されていますね。でこちら。防衛国債こそ安定財源だというふうな記事を紹介されて、増税省直轄有識者会議報告書を批判する田村氏の直言。これは、これ以上国力を読めてはならないというふうに、島田さんもおっしゃっています。で、こちら。 ですね、青木治虫、サンモリネ、防衛強化に懸念、関係改善を促すもネット、できれば苦労しないというふうな記事を紹介されて、自衛隊が第9位とか、内実も分からずコメントしてますが、ドイツ軍と同じくガタガタですよ、防衛費の6割は人件費と部品も購入できず、外交には力が必要です、イコール駆け引き、記事数えの皆さんのコメントの通りですと、記事の一番下の方のってことですね。はい、あめちゃくちゃゃく山下さんの ご解説、なるほどなと思いましたね。で、こちら、曲げ島基地、鹿児島知事が計画用に、米軍機の訓練移転というふうなことが出てきていたり、またこちら、平井さんですが、こちらですね、C 国発ファッション EC、シーインは何がすごいのかというふうな問いに対して答え、奴隷労働で作らせたアパレルや他のアパレルのデザインに酷似した 商品を販売すするモラルのなさといいう,うにおっっしゃっていますねこちら三木慎一郎さんですが福田康夫氏日中が人類の運命共同体を構築する支柱となることを期待する2022年11月25日新華社独占インタビュー福田康夫氏の言葉を解説すると日本は CCP と人類運命共同体を構築することを期待するということです ですのでこの方は CCP の宣伝しかしてないね日本のために働くか引退をお勧めしますというふうにおっしゃっておられますこのように紹介もしてくださっていますねでアビルさんが鳩山幸雄さんの東アジア共同体構想を連想した対中姿勢や発想が似通っているなというふうに補足してらっしゃいますねでこちら